おはよう。おはよう。今日何しに来た？今日ワクチン。病院。待ち医者。マジで、ね、車の中でいいんですよ。できるっていう。そうだね。これメリットなんだけど、マジ怖い。どうしよう。しかも長袖だし。いけるかな？あげれるかな？ 2 回目？ 1 回目だよ、まだ。1回目？うん。1回目じゃまだ大丈夫だよ。わからんやん。緊張しすぎてぶったいあるかもしれない。怖いのは2回目だね。ちょっとビビらしちゃうけど。どうしよう。何が？大丈夫かな？大丈夫だよ。中に何もなかった。なかった。行った時。うん。肩痛かった。何かあったらすぐ救急車で。来たよ。来た。落ちてきた。これ回しててね。オッケー。こんにちは。おはようございます。はい。昔お世話になりました。はい。はい。はい。くれますか、ね、くれます。今飲んでるお薬は？リリカカプセルと、あとミア BM だけです。これなんで、あれになってるの？車椅子。これ事故です。軽傷です。あ、そうなんだ。はい。ということでネット確認します。はい。そして、暑いから熱くなったんです。ああ、はいはい。本当だ。体熱いと熱こもっちゃうんですよ。汗かけないから。あ、そうか。ただ、うつ熱ですね。でも、ちょっと高いよ。何ですか？ 8 度以上。え？浅場の？九州。多分、痛くないと思います。向こうにダランと動いちゃった。絶対見ない。絶対見ない。絶対映ってない。うん。駐車自体嫌いなの？マジ嫌い。行くとき言ってくださいね。言わない方がいいか。わからないと。絶対言わない。え、打ち終わった？もう打ち終わった。ちょっと痛かった。まあ、軸とはね、注射だから。痛いの？子供じゃねえんだから。子供だよ、注射に関しては。貼ってあるから、これが。あとね、お家に着いた頃にはこれ取っちゃってください。わかりました。いいですか？はい。でもこれ、下ろして大丈夫ですか？もう終わりですか？もう終わり、これで終わり。帰ります。いや、まだ帰る、まだ、ま、15分で様子見て、大丈夫なの確認して、来ちゃっていいか、大丈夫できる。ありがとうございます。あ、大丈夫です。はい、はい、あと1回、じゃあ何かあったら押してくださいね。わかりました。はい。まさかの熱が、まあ、でも本当にガチ、ただの打つ熱。え、うつ熱、マジ暑かったもん、家。うん。朝寒くて暖房つけてたらさ、死んだ。全然痛くなかったな。結構ビビったけどな。え？結構ビビったけどな。どこがよ。いやいや。そういう演出じゃん。打つ前めっちゃビビってたよ。いや、それは確かにビビってたわ。やっぱ急も座ってるからさ。全然座ってなかったよ。え？めっちゃビビってた。本当に。冷たい、今日。子供よりビビってた。冷たいよ。え？冷たいといつも通りや。冷たい。これ読んでたって。じゃあ皆さん、これはワクチンは自己責任なんで、打ちたい人だけ打ちましょうって感じ。言わなくても分かってたんですけど。じゃあこれ、副作用音読していきます。復唱してもらっていい？副作用じゃない。注意点な。復唱してもらっていい？うん。待機中に次のような症状が現れた場合、アナフィラキシーの心配があります。はい。読んで。今のアナフィラキシーの心配があります。はい、一つ、じんましん、かゆみ、かゆみ、皮膚が赤くなる、皮膚が赤くなる、これ見えるな、一応一つ、息苦しくなる、咳、くしゃみ、鼻水、大丈夫ですか？いや、俺は大丈夫だよ。強い腹痛、嘔吐、大丈夫ですか？俺は大丈夫だよ。一つ。血圧の低下、倒れる。血圧の低下、倒れる。大丈夫です。はい、今問題ありません。まだでも肩上がるな。いや、まだだよ。早すぎだろ。え？早すぎだろ。もうブンブン。保険証持ってましたっけ？持ってます。今ほら、お熱もちょっとあるっぽいんで。もし具合が悪いようだったら、それ飲んで、うん、飲んでください、ね。今ここでもらえるんですか？うん、もちろん。ありがとうございます。それを持ち来るときに一緒に渡します。あ、わかりました。
そういう時の15分長いよ。長いね。言ってもあと11分だけど。早っ。1回目だったんだ。てっきり2回目かと思った。まだまだ。ストーリーでさ、結構なんかビビってた雰囲気出したからさ。ビビったよ。2回目だったのかなと思って。ビビってるだろ。1回目でも。これワクチンって失禁することあんの？いや、ないんじゃない。なんか例えばもう救急車や。救急車？わかんない。下手で救急隊だからさ、うん、呼んでよ。でも本当に計算ってさ、汗かかないから夏場とか、そうだね、ガチ平均38度とか行くから、うん、今日暑いしめっちゃ、普通に、うん、こんな格好してるし。バカや。じゃあ暑そう。このズボン可愛くない？どうした？買った。かわいいしょ。それそうだけど。かわいいしょ。かわいい。似合ってる？うん。高て今大人目だよな。大人？大人っていうか色付きを着ないだけで。色付きしたい。え？高ての服装。マジ？差が違う。写してどうすんの？今日の高て。こんにちは。じゃあ。大人カジュアル。大人っていうかただ黒いだけだろ。ちょっとあの全部が黒いな。な誰がお前顔も黒いや。マジ久しぶりじゃん。外国人。会うのいつぶり？いつぶりだろう。いつぶり？ガチわかるわ。最後会ったのは、なんかの撮影か。なんかやったね。タバコ？ああ、そうだ。消えたやつ。引きタバコだ。引きタバコ。結局タバコ吸ってんだけど。え？結局タバコ吸っちゃったけどね。あの時我慢したのに。うん、バンバン。あれ全部吸ってよ、俺。バンバン吸って、マジ？うん。全部吸ってよ。うん、バンバン吸ってるよ。意味ない。マジ意味ない。まあいいら。でも9ヶ月やめれたのすごくない？普通に。うん、できる。すごいと思う。できる。できる？パッと。え？パッとやめれる？パッと？パッとやめれる？あ、パッとね。いや無理。でしょ。俺はすごいよ。再開したら別に一緒だけど。いや、またパッとやめれるから。無理だね。え？うまかった。うん？うまかった。ガチうめ。でも最初マジ苦しかった。あと何分？あと6分。結構あっという間や。これ介護タクシーの中いつも利用してる。このズボン可愛いでしょ。ちょっと埃が携帯も映って。まあ T シャツって感じです。小学校の時よく来たな。じゃあ15分経ちました。15分経ったんで何もありませんでした。帰りたいと思います。まあ何もないことを祈ります。まだ2回目あるんで、うん、2回目も来る。いいよ。え？3週、え、これ何？ファイザー？そう、25かな多分。ファイザーじゃ3週間後だ。うん。じゃあまたよろしく。了解。じゃあ皆さんまた。See you。See you。まだ腕上がるよ。